はい、こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日は、先日に続きましてもう一つ、浜ちゃんのこの最近のアイキの方を紹介したいと思います。本日紹介させていただきますのはもう一つヘッドホンを紹介しようと思います。本日紹介させていただきますのはこちら。はい、こちらの W0001 の方をご紹介いたします。もちろんご存知ですよね。あの超有名世界的な EDM アーティスト Z さんがプロデュースしたということで一躍すごく話題になりましたヘッドホンです。W0 は極めてシンプルなヘッドホンになっておりまして、こう単純にワイヤードのヘッドホンになっています。ケーブルは着脱式で、左右どちらでもケーブルがコネクトできる製品になっています。付属のケーブルは布巻きケーブルになっていてしなやかで使い心地がすごくいいです。装着感もすごく柔らかですので長時間のリスニングに向いているタイプのヘッドホンだと言えます。ドライバーの部分、こちらのドライバーの部分は日本のオーディオブランド音響さんが、手掛けている製品になります。本当にですねバランスが非常に優れたヘッドホンでして、どの帯域においても解像度が高い、リスニングのみならずモニターヘッドホンとしてもぜひおすすめしたい一品となります。まず僕がおすすめしたいヘッドホンの使い方なんですけども、アーケードの音ゲー、アーケードの音楽ゲームをお楽しみいただくときにぜひお供に連れていただきたい一品でございます。以前ですねタイトーステーションさんの方で、ヘッドホンと、高音質なヘッドホンで音ゲーをしようという企画をさせていただいたんですけども、まあ、その時にですね非常に、お客様のリアクションが良かったヘッドホンの一つでございます。例えばビートマニアですとかグルーブコースターとか U ビートとか、そういった、音楽ゲームを頻繁に得られるお客様にはぜひこちらをお勧めしたいですね。実際ですね僕もこの音楽ゲームとヘッドホンという、テーマですねにあたって何度かゲームセンターでプレイをしてみたんですけども、やっぱりですね全体的なバランスの良さとか楽曲がやっぱ音楽ゲームって様々にあるんで、そのどんな楽曲にでもはっきりとしたモニタリングができるというか低音から高音までバランスの良いモニタリングができるヘッドホンだなというふうに実感いたしました。トータルバランスのいいヘッドホンになりますので、まあ、例えばスマホで音ゲーをする時とかも非常にモニタリングしやすい、聞き取りやすい、音の造形をつかみやすいような印象を受けました。もう一つお客様にお勧めしたいことがあります。音楽を作る、映像を編集するといったクリエイティブなことをされるお客様にこちらの W0 をお勧めしたいと思います。例えば、僕の場合でしたら iPhone でガレージバンドを使う、ガレージバンドを使ってバンドのデモソングですとか、まあ、個人的な音楽制作とかっていうのをする、まあ、アイディアメモとかですね、まあ、そういった制作のメモをするときに、ガレージバンドアプリケーションを使うんですけども、これでですねモニタリングするときに、まあ、ヘッドホンの性能がいいと非常にその完成のイメージがしやすいというか、完成までのメモにしてもそのクオリティがはっきり分かりやすい、やっぱヘッドホンの機能性、ヘッドホンの性能で、まあ、かなり音楽制作の、工程というかクオリティの方が上がってくるんじゃないかなというふうに感じました。Z さんもですね、制作された時にインタビューなどさせていただいたんですけども、まあ、どこでもモニタリングできるような、スマートなヘッドホン、でもクオリティを落としたくないっていうふうなことをおっしゃってたんで、まあ、タブレットとか、スマートフォンとかで音楽を作る、何か制作をされるというふうなお客様はぜひこちらの方を試してみてください。すごく音も取りやすいですし、プレイヤータブレット側にですねパワーがなくても、駆動しやすいような製品になりますので、すごく使い勝手がいいですね。またですね簡単に、iPhone で動画を撮ってみてバンドですとかライブですとかの、まあ、ちょっとしたレポートみたいなものを上げようと思った時にこの W0 がありますと、まあ、音の感覚っていうのもすごく捉えやすいですし、そのいかにもといった機材、例えばそのゴツゴツしたヘッドホンであったりとか、まあ、パソコンの持ち込みであったりとかっていうふうなのがなくても十分タブレットとか、スマートフォンとかでも映像が作れる時代になってると思います。まあ、そうした時にまあ、あとは編集ですよね。編集の作業はまあ家に帰ってパソコンでっていうのもまあありはありなんですけど、まあ手軽にこのまま編集してしまってこのままアップロードしてしまう、まあ、そんなスマートな時代が来てるかなと思います。まあ、僕はなかなかそれができてないっちゃできてないんですけど、まあ、もうすでにそれを使いこなしているもう新世代のですねスマートフォンユーザーの皆様にはぜひワンランク上のヘッドホンを使っていただきたいなと思います。
ぱりその音の感じ、アウトプットですね、自分のインプットしたものっていうのをアウトプットする前に、どれくらい確認できるか、どのくらいのクオリティで確認できるかっていうところが、やっぱり最終的なその完成したもののクオリティにつながってくるんじゃないかなというふうに最近は実感しております。まあ、やっぱり何がいいかっていうと、あれですね、そのプレイヤー側、ダップ側とかにそこまで出力がなくても、まあ、ちゃんと鳴ってくれるっていうところ、駆動がしやすいっていうところと、駆動がしやすいけどもクオリティは高いっていう、すごくなんて言うんですかね、相手には求めないけど仕事はきっちりするっていう、なんて言うんですかね、そのスマートなヘッドホンだなというふうに感じます。まあ、いろいろな場所での収録ですとか、いろいろな場所でのクリエイティブな作業というのがあるお客様には、ぜひこちらのラブルゼロの方をご検討いただきたいと思います。まあ、とてもカジュアルな見た目なんですけども、サウンドはもうプロ用機材の域に達しているような製品だと思います。逆に、この価格でこのレベルの機材が買えるということは、とてもコストパフォーマンスに優れている製品ではないかなと思います。本日は、浜ちゃんの愛機紹介の方をさせていただきました。Z プロデュースのダブルゼロ、ぜひ聞いてみてください。本当に使いやすいです。いろんなことにも使える、ちょっとクリエイティブな感じのヘッドホンになっています。もちろん音ゲーも楽しんでくださいね。はい、以上大阪日本橋店から浜ちゃんがご案内させていただきました。ぜひ、いいねとか、チャンネル登録とかよろしくお願いいたします。ではまた、ごきげんよう。